こんにちは。ケンジチャンネルです。さあ、今日はですね、ゲームの週間売上ランキングの動画をね、見て、違う、なんかおかしいぞ。ゲームの週間売上ランキングを見て、みんなでワイワイするっていう、そういう動画とね、学んでおりますので、ね、そういうのって楽しいよね。みんなで見るの楽しい、楽しい、楽しいし、まあ、その楽しい時間の前に、まあ、ちょっとしたランキングをね、まあ、やっていくというところなんですよ。まあ、正直今日は僕は早くレッドデッドリデンプション2の売り上げがどうなっているのかっていうのをね、見たいので、ぶっちゃけこんなね、どうでもいい企画を挟むのやめたいんだけれども、やめられないんだよ。約束があって。そう、あの子との約束。ケイチチャンネルが、ホームラン打ったら僕手術受けるんだ。わかったよ。笑いのホームラン絶対取ってくるから。見ててくれよ、たかしくん。うん、もう行くぞ。もう行くぞ。今日のちょっとしたランキングはこれ。こんな刑事チャンネルは嫌だ。丸の内の OL5000 人に聞いてまいりました。もう今日は駆け足でいきます。第3位、髪の毛がひじきだ。なもうこれは嫌ですね。もうこれね、お腹すいたってたらここからピッつって食ってんだからね、こんなの嫌ですよね。うん、ひじきだ、美味しいってことバカ野郎っつってね、これね。第2位、肛門が2つある。これね、痔になってね、お医者さんにいたら大変なわけですよね。いや先生、ちょっと痔がひどくて、どれどれ見せてもらいなさい。ん、おこれ2つあるな。うん、どうしようかな、2つとも指入れちゃうみたいな。あ、先生バカ野郎っつって。第1位、すでに嫌だ。すでに嫌って何、もうこのままでももう嫌だってことでしょ。だから丸の内の OL はもうダメだ。もう俺のこと嫌いだ。でもどこが嫌いなのか、みんな来てほしい。みんな来て直接俺に言ってほしい。面と向かって、あんたの子が嫌なんだよって丸の内の OL に言われることによって、俺は、はぁ、す、あぁ、これ何、新しいご褒美、バカ野郎ってこれ。さあ、駆け足でお送りしましたちょっとしたランキング、今日はこれで終わりです。さあ、ゲームの週間売上ランキング見てみましょう。今回のですね、集計期間10月22日から10月26日までの1週間となってます。もう違うんです、聞いて。もう今日もクタ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 なんですよ、私。だからなんかいろいろめちゃくちゃなんだけども、勘弁してくれというところなんですよね。さあ、もちろんですね、大注目はレッドデッドリデンプション2の売り上げが果たしてどうなっているのかということと、コールオブデューティーやマリオパーティーなんかは果たして、どれぐらいね、今週まで売れているのかっていうところも含めて大注目の1週間かと思います。では見てみましょう。こんな感じのデータになっております。せーの、ドーン。はい、来たでは1位から読んでいきましょう。もうこっからは別に、ね、駆け足でいく必要はないんだね。じっくりちょっとやっていこうか。1位、レッドデッドリデンプション2、プレイステーション4、売上本数132,984本。第2位、プレイステーション4、コールオブデューティーブラックオプス4、売上本数57,567本、累計売上378,914本。3位、ニンテンドースイッチ、スーパーマリオパーティー、売上本数31,650本、累計売上274,350本。4位、初登場、プレイステーション4、ストリートファイター 30th アニバーサリーコネクションインターナショナル、売上本数13,998本。5位、ニンテンドースイッチ、マインクラフト、売上本数7,901本、売上累計342,243本。6位、初登場、ニンテンドースイッチ版、ストリートファイター 30th アニバーサリーコネクションインターナショナル、売上本数7,443本。7位、マリオカート8デラックス、売上本数6,486本、累計売上181,278本。8位、任天堂スイッチ、スプラトゥーン2、売上本数6,468本、累計売上267,705本。9位、プレイステーション4、アサシンクリードオデッセイ、売上本数5,623本、売上累計78,633本。10位、プレイステーション4、ソウルキャリバー6、売上本数5,413本、売上累計29,461本となっております。さあ、ハード売上ですが、任天堂スイッチが37,855台、プレイステーション4プロが19,075台、通常版 PS4 が9,664台となっております。さあ、まあ、ハードの売り上げなんですけれども、まあ、任天堂スイッチは相変わらずの安定感で、4万台前後というところを推移しております。で、プレイステーション4に関しては PS4 プロの方が今通常の PS4 よりもちょっと上ですよね。で、先週もちょっと上か、同じぐらいだったっけ、先週の、ごめんなさい、詳しい数字はもうもしよかったら先週の動画見ていただければいいかなと思うんですけれども、大体一緒ぐらいだったんですけど、で、
まあ、あの PS4 Pro の値下げから3週目でこの状態っていうことは、ある程度プロと、まあ、通常版っていう言い方もちょっとあれなんだけどね、まあ、まあいいや、通常版の PS4 の売り上げの、まあ、比率がだんだん、まあ、はっきりしてきましたよね。大体1対1ぐらいの割合で今後も売れていくんじゃなかろうかというふうに、考えられます。いや、まあそりゃそうだよね。まあ今週1位のね、レッドデッドリデンプションもそうだし、まあよりグラフィックを強化したようなゲームとかが、まあ今後もやっぱりね、たくさん出てくるし、まあそういうところ皆さんね、望んでる方も多くなってきているし、値段の差がそんなに大きくなければ、PS4 Pro 買いたいっていう気持ちはね、俺これ多分先週もね、全く同じような話をしてるかなと思いますので、ちょっともう置いて、もうソフト売り上げ見ていこう。さあ、1位のね、レッドデッドリデンプション2。いやー、売れましたよ。13万本だよ。ね。これがどれだけすごいかっていうと、基本的に洋ゲーって、売り上げ初週で10万本超えることだって、まあちょっと前までだったら、まずなかったよね。まずなかったよね。でもね、ごめんなさい。実は僕もね、正直、ちょっと本当の本音の言うことを言うと、13万本っていう数字を見た瞬間、あれ、そうでもないなって思ってしまった自分がね、いるっちゃいたかもしれない。ね。いや、ここ最近のさ、その、なんか洋ゲーのパワーがちょっとすごかったじゃない。スパイダーマンが12万5000本ぐらいだったっけ？パッケージの販売だけの話ですよ。っていう数字だったんで、だいたいその、まあ、スパイダーマンと同じか、まあ、ちょっと勝っているかなといったところです。で、今日というか今週ね、2位につけてる、このブラックオプス4に関しては、初週で22万本とかなわけですよね。だから、なんかもうおかしいんだよね、もう。なんか数字のね、あり方はね。今年全然違うなっていうのをね、すげえ本当に感じます。かと思えばね、ちょっとまあ前の話だけど、デトロイトみたいな作品もね、じわじわとずっと売れ続けて、まあ、最終的に10万本を超えるようなね、売り上げになったりしてたわけですから、ね。いやいや、まあそれはまあ、ね、洋芸が売れるっていうのはね、すごくいいことだと思うんですけれども、反面なんか13万本とか初週売れて、本当はすごいんだけれども、なんかね、ピンとこなかったっていう、なんか変なね、変な錯覚を起こしているというところです。でね、レッドデッドリデンプション2に関しては、これ日本では、来週以降が本当の勝負なんじゃないかなと思っております。例えばその、まあ、スパイダーマンって今累計が29万4000本なんだよね。で、そこまで、30万本近くまでこのレッドデッドリデンプション2が売れるかどうかっていうのはもう今後にかかってるよね。スパイダーマン2のスパイダーマンとはえらく状況が違うんですよ。スパイダーマンはまあなんだろう、まあ CM とかね、広告もたくさん打ち出してたし、テレビコマーシャルもやってましたしね、やってたし、何よりゲーム自体の評判がめちゃくちゃ良かったじゃないですかね。発売しだしてバーンってね、12万本売れて、その12万人がみんな、多くの人がもう大満足してて、それがね、SNS やら何やら、まあ、インターネット上で大きく拡散されていって、それに引っ張られるかのようにみんなね、じゃあ自分もって多くの人がやってった。みんな口を揃えてしたよ、スパイダーマンはすごいゲームだ。僕も言ったし。かたやレッドデッドリデンプション2はどうかというと、なかなかハードルが高かったようで、スパイダーマンのような状況ではなさそうであると。まだちょっとね、ネガティブな意見も、ちらほら見えているという状況の中で、ここから30万本まで、要は今の売り上げの倍以上のところまで届くかどうかっていうところはね、非常に難しいところです。ただ、まあ、レッドデッドに関しては、この後オンラインも控えてる。11月中に一応 PS4 が先行で、その、レッドデッドオンライン、解禁になるということなので、その辺の状況も含めて果たしてどうなってくるかっていうところです。いずれにしても長く売れるタイトルになるとは思うんですよ。果たしてどこまで続くのかっていうところが一つ気になるところで、ごめんね、ちょっとランキングのね、表ちょっと関係ないお話になるんだけど、このじゃあレッドデッドリデンプション2、世界的には一体売り上げどうだったのかっていう話なんですけど、この金土日のこの3日間で、世界の累計でですね、7億2500万ドル、の売り上げがあったと。約820億円だというところですよ。ってことはよ、ちょっと待ってね、820億円。これ大体さ、ソフト1本8000円だと見積もって、ひょっとしてだよ。ひょっとして、その、3日間で1000万本売っちゃった、このゲーム。ね。いや、記事には、そのニュース記事には、その金額しか書いてないんだよね。3日間の売上累計が7億2500万ドル。
っていうことしか、これロックスターゲームズの発表ということなんですね。だから何万本売れたかっていうところに関してはちょっとわからないんだけれども、いずれにしても、まあ、世界の売り上げ、まあ、どれだけその期待されていて一気にブワッと売れたかっていうことだと思うんですよ。これはね、ものすごい記録なんじゃないかなというふうにちょっと感じております。さあ、そして2位の、コールオブデューティーブラックオプス4なんですけれどもね、もうもはや37万本だよこれ。もう37万8千本か、どこまで行くべ。しかも評判もいいじゃないですか。これもこのゲームもこの後も売れ続ける可能性が非常に高いんですよね。なので、まあ、50万本とかが見えてきているっていうところなのかなっていうふうに感じております。こちらに関してはまあもう長年ね積み上げてきたものが今ねやっとこうバッとね花が開いたというような、まあいや花はもうコールオブデューティーとっくに開いてたから、日本でもねそのね種がね大きくね芽を出してきたのかなという感じがしております。そして3位スーパーマリオパーティーね、もうなんだこの辺強いな。やっぱりね発売から約1ヶ月近く経ってもまだね、週間3万本という売り上げをね、まあ、言ってもスーパーマリオパーティー、まあ、アラカルト的なゲームだからね、いろんなゲームが詰まってるよっていうそういうゲームだから、なんかねもっとね早くね沈んでいくんじゃないかなって思ってたんだよ。だからカービィとかさ、ドンキーコング的な感じのなんか勢いなんじゃないか。カービィは結構いたかずっと、ドンキーコングとかと同じぐらいのレベル帯なのかなって思ってたけど、全然だね全然だ。これ強いわ。これ多分今年いっぱい結構な売り上げずっと積み重ね続けるんじゃないかなという感じだと思いますね。そして4位、ストリートファイター。ストリートファイターもねあんだけねたくさんのゲームが詰まってるものがね出てきたわけですからね、これはね、まあ、買うよねっていう話ですよね。6位にもねスイッチ版のね、アニバーサリーコレクションが付けているわけですから、これちょっとね面白いよね今のそのなんだろうランキングだってさ。10位にソウルキャリバー6あるんだよ。格ゲーがそのトップ10の中に3本つけてるっていうの結構すげえことなんじゃねえかなってちょっと思っておりますね。なんか面白いなと思って、ちょっとねこの3本にはねますますまだまだ頑張ってほしいななんていうふうにもちょっと感じておりますね。さあ、まあそんな感じで、今週のランキングの動画とさせていただこうかなと思います。ね、来週気になるのはやっぱりそのレッドデッドリデンプション2の今後ですよ。これからどれぐらい、まあ、売れていくのか。なんか変な話ね、今アマゾンのゲーム売り上げだとねもうねまたコールオブデューティーが1位に返り咲いてたりするんだよね。まあ結構その流動的なものなんでパン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 変わったりするとは思うんだけど、あらまあと思って、あらまあコールオブデューティー強いわーなんて思ってね、ぜひね、コールオブデューティーも、レッドデッドリデンプションも、まあ、スーパーマリオパーティーも、まあ、いろんなね、ゲームのハードの種類、それぞれのゲームがね、たくさんね、やっぱり売れて、ゲーム、賑わってくれたらね、僕らもっと楽しい思いができるなぁなんて思って、ランキングを見つめてる次第でございましたということで、ご視聴いただきありがとうございました。ではまたですね、来週、ランキングの動画でお会いいたします。ちょっと待って。来週まで待つ？明日も動画出るよ、ケンシチャンネルは！明日の動画でまた会おう。それじゃね。